こそ事件の渦中にあるレベンドレスへ。その犠牲者の目は驚愕に見開き、うめく間もなく死へと伏したという。それはただ迅速で深く致命的であった。やがて現場に現れたのはマーロックの名探偵。卑劣な殺人の真相を今こそ明かさんとす。床に広がる真っ赤なアニマが城を訪れた賓客を鮮やかに照らす。その心に夜のごとく暗い動機、欲望、権力、復讐、そして謎。見よ、ヒーローは次々と手がかりを集め、この策略の裏に隠されたたった一つの真実へと導く。ここに集い、彼らの罪を数えよ。曇りなき目で己が道を選ぶのだ。謎が解けた時、炎が真実を照らす。デナスリアス殺害の犯人は果たして誰なのか。